ハロー YouTube モーニングウォーク。昨日のアンチは今日の友。皆さんおはようございます。2023年2月9日木曜日です。家庭菜園の早朝散歩です。お日様が上がってきました。また一日の始まりですね。まだまだ寒い朝です。早朝の畑です。真っ白な霜ですね。おとといトラクターで耕したところですね。地面を掘り起こしたんですが、畑の害虫駆除にもなります。こちらは大根のハウスですね。こちらはそら豆です。玉ねぎですね。おととい肥料をあげました。まだ貧弱ですがね、4月頃玉ねぎがねすごくでかくなります。この霜がね昼に溶けて玉ねぎの養分になります。キヌサヤエンドウです。3月頃急に伸びて花が咲きます。花が咲いたら肥料ですね。そら豆も霜でやられていますが、やはり植物はね生命力があります。多少枯れても脇芽がねたくさん出てきますからね。こちらも春になったら大きくなります。そら豆も花が咲いたら肥料をあげます。土をかき混ぜると空気がね入りますからね。そうすると潜った虫がですね寒さで退治できます。それを何回かトラクターでねかき回してやります。かき回すことで土の中にですね冷気が入ります。これを寒中消毒と言います。これを怠るとですね、これから夏野菜を植えた時にネキリムシやイモムシにね荒らされてしまいます。ネキリムシはコガネムシの幼虫ですね。イモムシは葉っぱを食べます。イモムシはね一晩で食われてしまいますからね。放っておくと寒中消毒は完全ではないですがね、なるべく被害が少ないと思います。小さな畑や花壇だったらですねスコップで粗く耕しておけばいいですね。プランターの方はですね鉢を一度ひっくり返して面倒ですが虫を探してですねつまみ出します。あとは黒いゴミ袋に入れてですね密封して太陽熱でね消毒します。一番いいのは新しい土を入れ替えることですね。土の処分に困る方はその方法で良いと思います。ネキリムシはせっかく植えた植物がですねポロッと取れてしまいますね。根っこが食われている証拠ですね。今までこんな症状があったと思う方いらっしゃると思いますけど、原因はネキリムシの仕業ですね。まあ 100% 言い切れませんがね、ネキリムシを疑った方がいいですね。他にも原因はあると思いますが、プランター菜園だとね土の処分に困ります。園芸店でね古い土の再生利用資材もね売っていますので活用してみてください。私も最初はプランター菜園からね始めました。今朝の畑の散歩はこれで終わりです。昨日のお月様ですね、役目は終わり今日は退散ですか。太陽と交代です。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。早朝散歩でした。よろしければチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーん。サブスクリームグッドボタンプリーズ。レッツアミートアゲインサンキュー。
初代の応援手ティアラ君です。早朝で寝ています。2代目の応援手も早朝で寝ています。いびきかいて夢でも見ているのでしょうか。キジトラ警備員さんです。ゴロニャー体操一兵衛さん、ゴロニャー体操一兵衛さん、ゴロニャー体操一兵衛さん。なかなか演技派ですね、キジトラ警備員さんです。早朝なのでまだ寝ています。2代目の応援手、試験修正のつむぎちゃんとレオちゃんです。かわいいですね。起きて遊んでいます。ちょろ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 していますね。春の教官が探しているようです。ハチワレ猫ですね。ピロちゃんです。うちの大御所ですね。農園の投資家でもあります。つむぎちゃんですね。研修疲れで寝てしまいました。農園近くの海です。相模湾ですね。海はいいですね。を見るとね、江ノ島が見えます。その手前に茅ヶ崎のですね、烏帽子岩が見えます。烏帽子岩が遠くに見えるってサザンの歌がありましたね。湘南海岸でした。これで終わります。ありがとうございました。